豊品駅は長野県安曇野市豊品にある東日本旅客鉄道大糸線の駅である。駅番号は34。事務官コードは51608。安曇野市の中心駅で特急列車も停車するが乗車人員は穂高駅や赤品駅の方が多い。改装前の駅舎島式ホーム1面2線及びホームに面していない副本線を有する地上駅。 駅舎とホームは地下通路で連絡している。かつては校内踏切での連絡で、現在も車椅子用に、品の大町方に設備が残されている。直営駅であり、管理駅としてあずさ橋駅あずみおい分け駅間の各駅を管理している。駅舎内には、緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、自動改札機が設置されている。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は691人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅周辺は合併によって誕生した安住野市の中心部。住宅が多い。安住野市営バス駐車区出店。ありがとうございます。